先日私たちはある親子に出会いました。ウクライナから名古屋に避難してきた4歳のティムール君と母親のオレナさんです。この日は名古屋の団体が避難民に対して支援物資を配布。もらったパンをその場で美味しそうに頬張りながらティムール君は、覚えたばかりの日本語を披露してくれました。親子が住んでいたウクライナのジトーミル、先月学校などが爆撃を受け犠牲者も出たといいます。学校が爆撃を受けた時に本当に恐怖を感じました。軍事施設ではないのになぜって。オレナさんは息子とお母さんを連れて先月来日、名古屋に住むお姉さんを頼って避難してきたんです。嬉しいよね。当時のことを振り返るティムール君。空襲警報が鳴り止まない中、家族は家の地下倉庫に避難していました。その時から息子のポケットに必ず入れていたというあるものをオレナさんが見せてくれました。ティムールの出生証明書のコピーです。名前と生年月日が書かれています。家族や親戚の連絡先も手書きで加えた出生証明書のコピー。ティムールを残して夫や私に何かあった時のために親戚の連絡先も書きました。ウクライナでは多分ほとんどの子供にはこういう紙を持たせています。ティムール君のお父さんとおじいさんを残して子供を守るためにと決意した今回の避難。必要最低限のものを入れた荷物はこの2つのスーツケースのみでした。3人でこの荷物です。主にティムールの着替えやおもちゃ、そしてお母さんの洋服も少し入れましたが、私の着替えはほとんど持ってこられませんでした。そんなオレナさんには名古屋に着いてから真っ先に購入したものがあります。ノートパソコンです。姉の友達の支援があって購入することができました。これで仕事をしています。ノートパソコンが必須のそのお仕事とは。平日の午後にオレナさんの部屋を訪ねてみると、では答え合わせをしましょう。青いブロックの答えは200ですね。実はオレナさん、小学校の先生。現在授業はリモートで行われています。ウクライナでは戦争が始まってすぐ、子どもたちの安全のために授業はリモートにしました。3年生のクラスを受け持っているオレナさん。23人の児童の中にはポーランドなどの避難先から授業に参加している子どもたちもいるといいます。多くの子どもたちが教科書を持って避難することができず、中には避難先でノートを使い切ってしまい購入できない子どももいます。侵攻が始まってから1ヶ月半以上学校に行っていない子どもたち、この状況をどう思っているんでしょうか。週末を除いて毎日あるリモート授業、時差の関係でオレナさんは午後2時半から夜7時過ぎまで画面に向かい続けます。その間息子のティムール君は、一人でテレビを見たり、公園でおばあさんと遊んだりして過ごしています。そして今一番やりたいことは、
そう、日本の保育園に行くことです。オレナさんも。私の母は健康に問題があるので、私が授業をしている時にティムールの面倒を見るのは難しいのです。だから息子が保育園に入れたら本当に助かります。保育園については名古屋市に相談していきたいと話すオレナさん。今後も避難先から教え子たちとつながりながら平和が戻ることを願っています。